お腹をへこめせたい方は一緒に25回腰を振りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの25回でお腹をへこませることができるキャットバックというエクササイズの応用編を紹介しようと思います。すべてのエクササイズにおいて基本になります。腹筋をして効かない人とか、お腹が出てしまっている人、そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。まずメリットから紹介していきます。最大のメリットなんですけども、腹筋を効かすことが上手になります。体幹が安定するので姿勢が良くなります。お腹のへこませ方が身につくので、日常的にお腹をへこませることが上手になります。お尻の締め方が分かってきますので、エクササイズをする際にですね、しっかり使う筋肉に効かすことができるようになってきます。で、まあメリットなんですけども、お腹のへこませ方が身につきます。で、次に骨盤の動かし方が上手になります。まず骨盤がですね、基本的にはお腹の出ている人っていうのは骨盤が前傾していて、骨盤を後傾させた状態でエクササイズや腹筋をしないとお腹がしっかり締まらないので、そういった方には今回のエクササイズがおすすめです。で、姿勢が正しくなる、お腹をへこませて骨盤をまっすぐにすることで姿勢が元の姿勢になれるので、今回のエクササイズをすることで正しい姿勢というのが身につきます。で、メリットとしては、腹筋が弱いとできないかもしれません。で、次にお尻を締める力が弱い人は難しいかもしれません。ではやり方を説明します。はい、25回ということなんですけども、5種目をやります。1種目5回やりますんで、一緒に頑張っていきましょう。まずやり方としてはですね、キャットバックというのは基本的に四つん這いになって腰を反る、丸めるっていう繰り返しのことをキャットバックと呼びます。今回は立ってやることで、しっかりお腹とお尻、骨盤の動かし方っていうのがやりやすくなります。はい、まずですね、動かし方のポイントとして、手を腰に当てて骨盤を後傾前傾後傾前傾っていう繰り返しを5回します。この時に手を使って骨盤をこういう風に分かりやすいように、こう手を動かして骨盤を動かしてください。そして次にしゃがんだ状態で骨盤を同じように手を使って動かしてください。で、次に姿勢を良くするためには、歩く時というのは骨盤がこういう風に、骨盤が動いてますから、まっすぐの状態でできても歩くとお腹が出てしまうっていう状態があるので、体を横に動かして5回、こっちに骨盤を傾けた状態でも動かすことを5回、最後にスクワットをして骨盤を立てながら立つ、前傾後傾っていう感じのスクワットを5回、計25回頑張っていきましょう。ではいきます。まずしっかり胸を張って、骨盤を前傾後傾、これを繰り返していきます。5回、1、2、3、4、5。はい、今度はしゃがんだ状態で1、2、3、4、5。はい、今度は体を揺らして1、2、3、4、5。はい、反対1、2、3、4、5。最後はスクワット1、2、3、4、5。 OK です。お疲れ様でした。どうですか、今立った状態で骨盤がしっかりまっすぐにできて、お腹がへこませれてっていう姿勢ができてないでしょうか。どうでしょうか。今みたいに骨盤をしっかり前傾後傾っていう風に動かすことで、後傾させる力が身につきます。おさらいなんですけども、お腹のへこませ方が身につきます。お腹をへこますときに、今やったみたいにまず骨盤を後傾させることによって、骨盤を後傾させるとお腹がまず引っ込む、お尻が締まる、この姿勢がまず基本的です。ですので立っているとき、
まあ、座ってる時ももちろんですけども、お腹を引っ込めて骨盤をまっすぐにしてお尻を締めればですね、本来いい姿勢ができているということになります。歩く時も左右足を動かす時に骨盤が左右に動きますけども、その時でも今みたいな動かし方をすることで、このように骨盤を後傾させて歩けばいいんだな、お腹をへこまして歩けばいいんだなというのが分かったと思います。でお尻がねしっかり締めれない場合は骨盤を後傾させる力が弱いので、しっかり日常的にねいつもお尻を締めて生活してみてください。で今回骨盤が後傾できなかった、腹筋弱いよって方はですね、しっかりシットアップとかをしながら腹筋を締める力をつければ今回のキャットバック応用編ができると思います。ということで今回たったの25回お腹をしっかりへっこますポイント、正しい姿勢というのが身についたんではないでしょうか。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとシェアボタン、コメントもよろしくお願いします。 SNS されてる方、こちらでよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。